業停止、平川負傷欠場で、サイドアタッカー壊滅のレッズは左に酒井、右に永井を起用。前半13分、レイソル明神イエロー2枚でいきなり退場。これで数的優位に立ったレッズ、右サイド初めのパスに永井、駆け上がってダイレクトパス、さらにタピア、すかさずラストパスにポンテ先制。あ、これじゃあちょっとゴールラッシュ見れるかもしれませんね、一人少ないし。そうです、レッツゴールラッシュスタート。後半4分、ケイタのスルーパスから田中達也追加だ。今季8得点目。9分、右サイド永井のピンポイントクロスにマリッチ、ゴール。さらにレッツに追い風、今度は鳩が隊長でレイソル9人。赤い悪魔の勢いはさらに加速、またまた永井のクロスにマリッチ、4対0。完全にゲームを支配したレッツ、15分、田中達也にアクシデント、右足腓骨骨折で長期戦線離脱へ。だがまだまだ終わらないゴールラッシュ。18分、きたー、マリッチ、9分間で J 初のハットトリック達成。さらに22分、酒井ペナルティエリア内、どうするのどうするのどうするの、ドリブルで持ち込んで右足振り抜いた。酒井のビューティフルゴールで6対0。さらにロスタイム、横山ゴールでレッズなんと大量7得点でレイソル撃破。裏チームは7対0で大量得点でね、はい、勝ったんですけど、田中達也選手ちょっとね心配ですね。まあ長引かなければいいんですけど、ちょっと重傷みたいですからね。いや本当にこの試合中も良かったですからね。そうなんですよ、アシストを1ゴール決めて、うーん、僕らも副音声の中でぜひ代表に入れてほしいみたいな話もしてた最中だったんで、うん、本当にこうしっかり直して、そうですね、早く治ることを11月16日間に合うといいですけどね。いやもう本当に直して出てきてください、はいはい、その他の3試合も